は、ふうちゃんは、星川も、記念だったね。お祝い事たくさんやったわ。めでたい日だった。で、明日が、アクタンが卒待ちって、なんか、ツイッターで見た気がする。記念がいっぱいだ。あとは、何がある?トワチンの誕生日もあって、いっぱいだね。デビュー日を決めたヤゴが悪い。ヤゴが決めてんのかな、デビュー日って。総合マネージャーな気がする。ヤゴなんかな?知らないな。誰が決めてんだろう。タレントが決めてるわけじゃないのね。多分、え?違った。祭りの時は違ったよ。なんかマネージャー、あ、でも当時はマネージャーとかそういうなんか、概念もそんなになかったけど。になんか、6月1日から活動いつでも始めて大丈夫ですよみたいな感じだったけど、今は多分何月何日何時からお願いできますかとかだと思うわ。昔はマジなんかサークルみたいな。だから、でもね、昔めちゃめちゃ緩かった。1日以降に、6月1日以降に活動を始めてください。みたいな。そうそう。だから、大きくなったね。6期生のデビューはそうすると公開できない。6期生デビューすんのかな?知らない。まあでも5期生入ってもう1年くらい?もう。だから、まあ、どうなんだろうね。来るのかな?あれなんだよ。まあ、信頼されてないとかじゃなくて、どこからどうも、情報が漏れるかわかんないから、祭りたちにも、その、新人デビューは、直前に知らされるんよ、マジで。来週の何日何日が、デビューします。よろしくお願いします。みたいな。なのでね、わからないです。知らないです。うん。今のところは何も聞いてないですね。後輩増えたら嬉しい?まあ仲間が増えることは良いことなんじゃない?で、まあその会社としての体制ありきだと思いますけどね。真面目な話になっちゃうけど。会社が例えば新人ちゃんの方にめちゃめちゃこう力を入れるために、今いる既存のタレントたちが損したりとか、そういうのは違うかなって思うから、新人ちゃんたちを迎え入れられる体制ができた上で、こう、入れないと、まあ、会社として良くないかなって思うから、そこができるんだったら祭りはもう来てほしいなって思うタイプですね。そう思っておりますので。なんかそれでね、こう、先輩から、あの子がいなければとか思ってほしくないし、なんか逆に、その、じゃあ今既存のタレントの方を大事にしたいみたいな考えがもし運営さんに出ちゃって新人ちゃんがなんか先輩ばっかりみたいになるのも嫌だから、まあ、どっちも嫌じゃん。だから、まあ、どっちも満足していやこの会社でよかったなーって思っていい会社だねって全員が思ってれば仲良くもできるだろうし、そうそうそう。まあでもマネージャーさんとかも増えてはいるから、まあ、体制は整い始めてるのかな?わかんない。全然知らないんで、なんともわかりませんけども。増えてるね。すごい、誰が誰だかわからないくらいには。うん。